芯ホルダーと芯左側の2本が芯ホルダー本体右側にあるのが芯ホルダーで使われる芯芯ホルダー先端3枚のチャックが朱色の芯を加え込んでいる芯ホルダーとは鉛筆芯と同様の芯を加え込んで使用する筆記具であるシャープペンシルの一種ノック操作で芯を繰り出す一般的なシャープペンシルとは異なり 軸先端に芯を加えるためのチャックと呼ばれる機構がついており、ノック操作でチャックを開閉し、手動で芯の位置を調整して用いる。なお、英語表記ではレホールダーとなり、発音はレッドホールダーとなる。直径 2mm の芯を利用するものが一般的だが 2.5mm、2.8mm、3mm、3.1mm、3. 3.15mm、3.2mm、3.4mm、3.5mm、3.8mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、5.6mm、mm、等の太い芯を利用するものも存在する。2mm 芯を利用するものは製図、デザイン画などに用いられ、3mm 以上のものはデッサンなどに用いられることが多いが、 鉛筆のように何本も持ち歩かなくて済むというメリットがあることから一般用筆記具として愛用する人も多い。一般的なシャープペンシルと異なり神経が太いこともあり筆圧が高い人や弱視の人が使う場合も多い。芯の先を尖らせたい場合はカッターナイフやヤスリあるいは専用の神研機を用いる。小型の神研機を軸をのキャップに内蔵している。 芯ホルダーもある。鉛筆やシャープペンシルと同じく様々なコードの芯があり、色芯も用いられる。ありがとうございます。